日はジュビロのケイチ君に来てもらってます。よろしくお願いします。皆さんよく来たね、ケイチさん。いや本当です。今大変やろ、コロナで。いやコロナ、東京コロナコロナなんて言われてますけど ね、もうその影響で試合が、そうだ、本当はね今日サガン鳥栖はね、はい、一緒に観戦する予定だったんだけどね。そうなんです。明日がねアビスパ戦だったでしょ。そうなんです、本来ならね、はい、でもまあちょっと延滞ということで、はい、まあでももう飛行機取ったからね来てくれたと思うんだけど、はい、まあしっかり福岡、佐賀かな、久留米、うん、そっちを観光してもらってね、はい、で酒でも飲みましょう。飲みましょう。せっかく来てもらったんで案内しますよ。コロナに負けるなって感じ。そう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 。でアルコール消毒しましょう。そうね、消毒しましょうとあとこんちゃんも大分に来てるらしいんで。そうなんですよね。ちょっと呼び行こう。行きましょう、行きましょう、ね、でこんちゃんもあの引き連れて戻ってきて、で夜は J リーグ談義でもやりましょうかね。やりましょう、やりましょう、はい、じゃあ大分、はい、じゃあ今から行きますよ。行きましょう。はい、そこドゥース。はい、来ました。監督も来ました。遅くなりました。練習後になります。練習後ですね。よー、雨降るね、今日ね。実際コロナ関係なくて試合なくてよかったね。超雨降っとったよ。あーですね。霧もすごかったし。ね、あまあでも、まあ、こういった機会じゃないとこうやって集まれんけどね。あー、いや、そうですね。あー、すいません。本当、ありがとう。わざわざ、わざわざすいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ。監督どう今年は。いやちょっとまあ開幕戦はね一応現地で見たんですけど、うん、あそかそかそか、はい、まあなんとか0-0でしのぎ切ったなっていうぐらいの感じで、ね、うん、VR 羨ましいっすよ。ないんすよ J2 は。J2 でしたっけ。いや開幕戦勝たれてるんで。そうよね、はいはい、勝たれてるんで J1 への第一歩や。そうですね、はい、一刻でも早く戻れるために頑張ってじゃあもうちょっと美味しい料理来るんで、はい、とりあえず食べましょう。食べましょう、はい、じゃあいただきます。すごいブリカマの塩焼き、こんちゃん早く食べていいよ。いいんですか。どうぞ。いただきます。はい、おそれなんだ、大根おろし。どうすか、さっぱりしてるね。さすが、アホや。調理つけるのもっとうまいね、これ。うまそう。でかすぎてもどっから食べていくか。あんまりやっぱ地元ない。いや、見たことないです。ないないない、食べ方がわかんない。食べ方わかんないです。だいたいね、ひっくり返してさ、裏から食っていく感じとか、ちぎったり、バラバラしたりね。だってひっくり返すと。いただきます。テレレテレレテテテテテテレレ、うまい、プリプリ。はい、どうも近藤です。いつも大胆になります。今年のね、はい、まあ、ジュビロさんの、はい、まあ、予想順位、これはもう1位ですよ。1位ね、必ず1位で突破して J1 昇格。今年どんなチームですか。そうですね、あのこう後ろから組み立てるチームですね、うん、もうなので出し入れをして穴を探して、うん、パスをつないで攻めていくっていう、うん、ポゼッションスタイルのサッカーですね。結構かなり効いてますよ。山形戦でもバッチリ効いてました。ジュビロ磐田の、はい、今年のキーマン誰と思います。そうですね、僕がその開幕戦見た時思ったのはルキアン選手ですね、うん、あルキアン、はい、前線でためを作れる選手なので、うん、彼がいてくれるともう周りは活性化する、うん、しかもですね開幕戦の時気づいたんですけど、うん、めちゃめちゃ足速いですよ。へー、僕去年気づかなかったんですよ。ポストプレーめっちゃやってたってイメージじゃなくて、うんうんうん、開幕戦見た時もう縦横無尽に走り回って足が速い、うん、もうルキアンが抜けたらヤバいです。ヤバいです、はい、ありがとうございます。ぜひ J1 上がってきてください。絶対上がります、はい、待っててください。コンチャンネルの、はい、エスパルスのコンちゃん、はい、僕ちょっとユニフォーム着てこなかったっていう。いやみんなが着てくると思わなかったから。すごいよ、昨日ラインしたやん。ユニフォーム持ってくるよって。ホテルに置いてきちゃった。びっくりするわ。はい、じゃあコンちゃん、今年は、はい、エスパルスどんなチームですか。1位です。おお、今年どんなチームなの。今年ですか、スタイル的に、うん、そうですね、かなり超攻撃的サッカーですんで、うんうんうん、とっ
もう取ら点取られても取り返すみたいな、うん、なるほど感じです。失点を恐れない。恐れない。わもう失点にはね慣れてるんで、うん、全然大丈夫です。じゃあ、こんちゃんが見るエスパルスの私のキーマン、はい、キーマン、これがですね、うん、かなり悩みどころではあるんですけども、うんうん、キーマンっていうよりかは、うん、ボランチの選手が一体誰になるのか、うん、去年はまあ竹内選手とかがまあメインでやってたんですけども、うん、今年はね竹内選手ちょっと外れて、うん、まあ、若手の西村選手とか、うん、中村敬太選手がね、うんうんうん、まあ、主に攻撃的な選手な中村選手がボランチに入ってきたことによってかなり攻撃がね活性化してきてるんで、はいはい、ボランチが一体誰になるのか、うん、ここが一応注目ポイントであります。ボランチ心臓ですからね、はい、今の現代サッカーではね。はい、じゃあちょっとうちも負けないように上位争いしたいですね、エスパルスと。はい、ありがとうございました。エスパルス、ありがとうございます。では逆に質問させていただきます。はい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 、はい、今年のサガン鳥栖のですね注目するポイントってどんなところになるでしょうか。サトミですか。どうぞ。まあやっぱりちょっと4-3-3っていうですね、まあ、キム・ミョンヒ監督がユース時代からやってたシステムで今年戦うんですけど、まあ、やっぱり攻撃的なあのシステムなんで、まあ、最終ラインの選手もある程度攻撃的な選手が多いんで、まあ、そこからやっぱり点を取るサッカーっていうんでですね、トロをやろうとしてるんですけど、まあちょっと時間はかかってしまうかなと思うんですけどですね、まあなんとかこう対峙して J1 でしっかりと勝ち点取れるようなサッカーをしていければいいなと思ってます。はい、まあ、本当の監督と一緒なんやけど、もうまず一番重要なのは三好監督がそうですね、シーズン初っ端から指揮を取るっていうのは、うん、サガン鳥栖にとってめちゃくちゃ大きい。これは大きいですね、本当に。やっぱ今までねずっと2年連続でさ、うん、降格を助けて救ってくれた監督やし、はい、三好さんのサッカーが今の鳥栖にはベストっていうのもサポーター全員分かってるんで、はい、なるほど。やっぱりそこがねまず期待、そしてやっぱり年齢層がね若くなったっていうの、そう、もう本田選手とかね、もう本当に素晴らしかった、ここ2試合見てて、うん、だからこれからね世界に出ていく選手が鳥栖から出てくるっていうのはもう間違いなく出てくると思うんで、期待してください。はい、いや楽しみです、はい、ちなみにじゃあそれを踏まえた上でですね、うん、今年注目の選手を挙げていただけますでしょうか。いいですよ、はい、まあ、やっぱり 4-3-3 のシステムだと要がもうアンカーになるんで、はい、松岡選手、はい、もう彼が本当にもう黒子に徹して、ね、ちょっと体はそこらなんで大きくないんですけど、もうとにかくもう一生懸命ボールをねダッシュしてやってくれるんで、もう彼が全てをもう今年のトス握ってるかなっていうぐらいなんで、もう松岡選手です。はい、松岡選手、俺はね決めきれんぐらいいっぱいいるっちゃけど、けどね強いてあげろって言われたらもう2人、はい、もうさっきも言ったけど本田富士、はい、本田富士君、はい、これはもう本当トスの宝物になると思う。俺はすごい選手になると思う。とも一人が林大地、林大地、うん、ああ、はいはい、あのね得点力、はい、これをねトスで爆発させてくれて、うん、そうですね、トスの上位進出、エスパルスなんて近づけないみたいな、ね、状態にしたいなと思う。まあ平均年齢だけはそう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 、どのチームにも負けてないかなと思う。いやーそのすごいですよね、そのもう今後にもバンバン期待できるような若さで、ね、そうですか、ね、今のトスのユースはねめちゃくちゃ強いよ、それのもう第一歩、ね、うん、こっから J1 でね、はい、まあ昔のジュビロみたいにさ王者になっていく姿になるんじゃないかなと俺は期待してますね。いやぜひ見たいですね、ユニフォームに星みたいでございます。そう、ユニフォームに絶対星つけよう。はい、ライブ配信終わりました。その模様撮ってればよかったのね。そうね、隅っこで。まあでも本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。また、はい、じゃあ皆さんのチームがね盛り上がるように、はい、応援頑張りましょう。お願いします。本当に、じゃあコロナに負けるな、負けるな、エスパルスジュビルース。は